福岡市立子ども病院は、福岡県福岡市東区加子医用5丁目にある病院、神戸市井で唯一の小児専門の高度医療機関である、周産期センターと ICU、小児一般病棟で構成される、1980年に福岡市立子ども病院、感染症センターとして、福岡市中央区東人町に会員した、2002年12月に、 福岡市病院事業運営審議会が福岡市長に提出した答申では子ども病院感染症センターは建物の老朽化、共愛化が進んでおり同じく私立の福岡市民病院と共に小規模でスケールメリットが発揮しづらいことから両病院を統合し一体的に整備することを求めた。これを受けた福岡市はアイランドシティを建設候補地として 私立病院を統合する方針を2003年9月に決定し2005年12月に新病院基本構想を発表した2006年の市長選挙で子ども病院のアイランドシティへの移転を見直すと公約に掲げていた新人の吉田博士が当選した吉田市長は2007年1月にアイランドシティ事業、検証、検討チームを設置し私立病院の統合を 移転事業についても検証、検討させた。2007年12月に発表された検証、検討報告書では、私立病院は、小児・週産期療と感染症医療に特化すべきで、整備場所はアイランドシティが適しているとした。その後、2010年の市長選挙でも子ども病院の移転事業が争点となったが、同選挙で吉田を破り、新人の高島総一郎が当選。 市長就任した後の2014年11月1日に、当人町から現在地に移転した、内科系下科系、敷地面積3万5千平方メートル、延べ床面積2万8411.33平方メートル、6階建てでヘリポートを有する、敷地内には450台収容可能な駐車場がある、バス自家用車急病等 ABCDE モバイル、ともひろ、 福岡市立子ども病院、今日移転外来診療は5日から。毎日新聞、福岡市立病院のこれからの役割、あり方について。福岡市病院事業運営審議会。2008年1月20日閲覧、新病院基本構想。福岡市保健福祉局。2008年1月20日閲覧、アイランドシティ整備事業及び市立病院、統合移転事業検証、検討の方針。 福岡市、2008年1月20日閲覧、4小私立病院統合移転事業について、アイランドシティ整備事業及び私立病院統合移転事業検証、検討報告書、アイランドシティ事業検証、検討チーム、下原智博、福岡市立子ども病院、付き添い家族の負担軽減病院横に宿泊施設が、完成、毎日新聞、ありがとうございます。